セスナ機とズリン機のおおよその飛行経路。ウォキーガンナショナル空港のアプローチチャート。2000年ザイオン空中衝突事故は、2000年2月8日に、アメリカ合衆国イリノイ州ザイオンのウォキーガンナショナル空港に着陸侵入中のズリン242リットルと、セスナ 172P が空港より2マイル北東の地点で空中衝突。 ズリン機が5階建ての病院の天井を突き破り、セスナ機が3ブロック先の住宅街に墜落した事故で、ある。この事故で両機の乗員乗客3人が死亡し地上に、いた5人が負傷した。ズリン242リットルは、低翼に座席小型機である。事故機は、シリアルナンバー0695、機体記号 N5 座で、ラジオパーソナリティのボブコリンズとダニエル・ビットトンが、 共同所有しており、合計飛行時間は96.4時間であった。事故機には操縦士として、ボブコリンズが、またその友人のヘルマン・ルッシャーが乗客として、登場していた。セスナ 172P は、高翼4座席小型機である。事故機は、機体規模への99,063で、2000年1月10日時点での、 総飛行時間は12,099.6時間であった。事故機を操縦していたのは31歳の研修中のパイロットであるシャロンホックで2000年1月14日に最初の単独飛行を行い、合計単独飛行時間は36時間で、そのすべてをセスナ172で飛行していた。事故に関与している2機はどちらも連邦航空規則91条の下で、 飛行計画なしの有視会飛行方式で飛行していた。事故当時、ウォキーガンナショナル空港付近の視界は10マイルで、気温は、下市33度、風は、方位220度より17ノットであった。ズリン242リットルは、現地時間14時に、シボイガン軍空港を離陸した。ボブコリンズが、左の座席に座り操縦を行い、ヘルマンヘッシャーが、右の座席に座っていた。 シャロン・ホックは、セスナ 172P を一人で操縦し、ライトトラフィックパターンを使用し、滑走路23で離着陸の練習を行っていた。14時57分、彼女は最後となる12回目の離着陸の練習のために、離陸準備を行っていた。練習飛行終了後は、インストラクターのスコット・コミッツを迎えに行き、シカゴエグゼクティブ空港へ戻る予定であった。 14時57分42秒、セスナ機は滑走路23手前で離陸許可を待っていた。この時点でズリン機は滑走路進入端から11マイルの地点にいた。この時タワー管制を行っていたのはベテランのグレッグ・ファウラー54歳であった。この時点でタワー管制は空港より北東約1.5マイル地点を飛行中の N99,063 を目失い。 ミシガン湖の付近の天候が悪かったためまだ N5 座を視認することができなかった。N99,063 はベースレグを開始し、その後すぐに N5 座の前で最終侵入経路に入った。N99,063 が N5 座より下の高度にいたため、その高い翼によって後方の N5 座に対する視界を遮っていた可能性がある。 後の国家運輸安全委員会による取り調べの際、タワー完成は N99,063 の方向転換を指示したタイミングについて N99,063 を見失ってから N5 座が湖岸線を越えたという報告をしてくるまでの経過時間に基づいていると述べた。この時、機体記号 N52,048 の別のセスナ 172P が滑走路23の レフトトラフィックパターンのダウンウィンドレゴを飛行中で N99,063 が見えたと報告された。タワー完成はこの時点での着陸機の着陸順序を N5 座、N99,063、N52,048 の順であると考えていたが、次第に何かがおかしいと気づき始めて双眼鏡を使用して航空機を見つけようとした。この時、N5 座の機体は確認できたが、 N99063 の機体は確認できなかった。コリンズが滝を確認できた。と更新したとき、彼は時期の左手を飛行する N52048 を指認していた。しかし、前方下方を飛行中の N99063、わずり242リットルが低翼機であることが、災いしつさに視界を遮られて指認することができなかった。 15時4分、ズリン242リットルとセスナ 172P は、双方が最終侵入中、滑走路23の侵入端から2マイルの高度650フィート地点で空中衝突した。衝突時、ズリン機の待機速度は、完成より増速指示を受けていたことから著しく早かった。ズリン機のプロペラがセスナ機の左翼フラップを切り落とし、 右翼が、セスナキの尾翼と衝突した。衝突直後に、セスナキは、霧もみ状態に陥り、老人ホームの駐車場に墜落して駐車してあった、自動車2台に衝突後横滑りし、エリムアベニューへ出た。ズリンキは衝突後もしばらくは水平飛行を続けることができたが、5階建ての病院の天井に衝突し、約45平方フィートの穴を開けた。 衝突後に燃料が漏れ始め45秒後に爆発、窓ガラスを吹き飛ばし病院5階で大規模な火災が発生した。これにより病院で勤務していた5人のスタッフが負傷した。NTSB の事故調査報告書は2001年5月3日に発表された。事故の直接の原因は滝からのクリアランスを維持するための適切な行動を取らなかった。 ズリンキのコリンズのパイロットエラーであるとされ、それに関連する原因として、セスナキ、ズリンキ双方のパイロットの視界不良及び、タワー管制が着陸順序に混乱して適切な指示を出せなかったことも挙げられた。NTSB は、セスナキのパイロットであるホックは避難していない。また、NTSB から連邦航空局への手紙の中で、タワー管制は航空機を視認できなかったため、 セスナ機との視覚的接触を失ってからは、セスナ機の飛行状況の誤った推定とズリン機からの不正確な位置情報しか持っておらず、適切な着陸順序付けが難しかったとしている。ズリン機を一番に着陸させると考えた管制官の最初の行動は明らかに、ズリン機が実際よりも空港に近いという誤った認識に基づいていた。 その後の管制官とズリンキとの交信の中で、ズリンキが滑走路に近づいていないことが判明したが、管制官はズリンキ前方にセスナ機を確認できず、またズリンキパイロットからも前方にセスナ機を確認したという報告が入らなかったことから、着陸順序の変更を行わなかった。このことから、NTSB は、ウォキーガンナショナル空港に、 レーダーがあればこの事故を防ぐことができたと述べている。ありがとうございます。